コバルトーレ女川が一部に上がってきまして、もともとコバルトーレでもプレーをしていたということになりますので、そういったところでこう思いといいますか、あると思いますか。そうですね、まあ前期の説明も女川でプレーしましたし、女川で知ってる人たちも見に来てくれてるので、そういう人たちの前でも活躍できたので良かったと思います。さあ、変わってみれば、上山選手のゴールの勢いで5対1と快勝しました。ただ今後もっともっと厳しい戦い、そして優勝へ向けての意気込みとなってきますが、いかがでしょうか。まず勝ち点3というのは当然のことなので、あとはいかにどの相手でも5点、6点、7点でたくさんの得点を取っていくかが、まず最後に大きく響いてくると思うので、まず勝ち点3と、まずは得点をたくさん取ることを今後として課題にしたいと思います。では最後にご来場の皆さんに意気込みを一言お願いします。厳しい戦いが続きますが、まだ僕たちは諦めてませんので、一緒に戦いましょう。よろしくお願いします。力強い言葉ありがとうございました。上山選手にもう一度大きな拍手をお願いいたします。